イレーネアンゲリナは、東ローマ皇帝イサキオス2世イアンゲロスと最初の皇后へ、リナの娘。シチリアオール・ジェーロ三世ノチシュバー弁護、新生ローマ皇帝フィリップ妃。1193年、シチリアオール・ジェーロ三世と結婚するが、その年の12月に夫は急成した。1194年12月、イレーネーは、シチリアに侵攻したドイツ軍に捕らわれた。 1197年5月、彼女はシュバーベン校であったフィリップとアウクスブルクで結婚式を挙げた。この結婚にはフィリップの兄ハインリヒ六世のホーエンシュタウフェンケに東ローマ帝国に対する相続権を確保するという意図があった。父、イサキオス2世ヤンゲロスは1195年に皇帝の座から追われたが、娘婿フィリップの協力で復位した。 イレーネーの兄弟アレクシオスは第4回十字軍の進行の間フィリップの宮廷に滞在した。イレーネーは1204年にコンスタンティノープルへ到着した十字軍に少なからず影響を与えていたのである。フィリップとイレーネーには4人の子が生まれた。1208年6月21日、夫フィリップが暗殺され、同年8月27日にイレーネーも死去した。 ありがとうございます。